Graduation exam begins. We're on episode 36. We're going to watch a good bit of episodes, by the way, for this stream. So it's going to be pretty lit. We're getting a lot of good reactions in. And I'll probably watch maybe all the way to like episode 45 or 50. We'll kind of see how I'm feeling once you get to 45. But I want to get a good bit of episodes through on this one. And then when it hits either Thursday or next Sunday, I'm gonna do a shit ton of episodes. We're gonna be killing it. We're gonna be going through. So, all right, we're gonna play this. I'm gonna test my audio real quick. Make sure it's coming through pretty well. それまで。 テスト用紙を回収する。バッチリだったぜ、電気。お前のおかげで助かったぜ。岩部君が先生の。こんな簡単に問題を盗み出せなかったよ。セキュリティは猿だけど、いつも誰かいるからね、職員室には。お前らそんなことしてたのか？それって反則だろ？あんた本気で言ってんの？あ、意外と見えるけどな。石の先生が。 試験問題を調べて対策を立てるように。って言ってたじゃない。Does any issues? Let me know in chat。ボルト君大丈夫？何もしないで試験受けちゃったんでしょ？問題ねえって。 これぐらいのテスト勉強しねえでも余裕だってばさ。早速ボルト君、でも僕だって負けませんよ。明日の実技試験で勝負です。今から緊張してきました。実技試験って何をするんだろう。やっぱ厳しいんだろうな。そんなビビることねえよ。所詮試験は試験、どうせ大した問題じゃねえって。さっさと終わらせてみんなでサクッと忍者になっちまうぜ。 渦巻ボルトは満点か。やるもんだね。六代目。いつの間に。まあでも、ちょっと調子に乗りすぎかな。 Well, you got a perfect score, huh? So he definitely pulling some Minato vibes, you know. あ、あら。あら。あれ？何やってんだ？あ、封印術を試してみたんだけど。チャクラが全然足りてねえって。やっぱり実践じゃ使えないかな。電気。ごめん、今ね。 みんな随分余裕だな。あ、し、篠先生。それではこれから実技試験のルールを説明する。まずはこの白い鉢巻きを身につけるように。その鉢巻きはお前たちの命だ。取られたら失格となる。試験は実践形式で行う。会場はこの森全体。 ここで今から俺たちと戦ってもらう。制限時間は24時間だ。そして、この的があんたたちのハチマキと同じ役割をする。これが壊されたら、私たちは戦闘不能になるわ。なんだ、試験って死の先生たちが相手かよ。余裕じゃねえか。でもこの話の先生は他に目指してる人だし。そうか。全然大したことねえって。 なんならこんな面倒くさいハチマキだのマトなのやめて、普通に戦ってもいいんだぜ。それじゃ手加減できないでしょ。六代目、カカシのおっちゃん。うん、ボルト。一応みんなの前では六代目って呼んでよ。面倒だけど。 おう、なんで六代目のおっちゃんがこんなとこにいるんだ。
なんでって俺が…カカシ六代目が試験官嘘でしょあちしの実力を試しに来たのねすげえ12歳で上忍になったこの葉隠れ切っての天才忍者忍界大戦後の混乱を収めた六代目が試験官かよめんどくせえことになりそうだぜみんな落ち着けて Everybody's worried now 引退してんだぜだから六代目俺たちの敵じゃねえってばさ俺も聞いてるよ君たちのことはえ何俺たちのことって問題児集団だってねえだから俺が試験官になったんだ問題行動を起こす奴らを忍者にするわけにはいかないからねはあだからいらないって言ってるんだよ Bro, Kakashi is He's whipping his お前たちが He's whipping it out He's like, nah, fuck you 持ってるかどうかなそうだなとりあえず俺からこの鈴を奪えたら合格ってことにしとこうかちなみに鉢巻きや的を使うのは決着を明確にするためうっかりやりすぎて殺しちゃったりしたら面倒だからね面白いじゃねえか俺たちの実力見せつけてやる It's gonna be interesting, I'm liking this 念のために聞いておきたいんですけど鈴は人数分あるんすよねないよだからこれ一つだって言ってるのちょっと待てよそれって合格者を一人しか出さねえつもりかいやならやめてもいいぞ当然不合格になるけどHe's already pulling the if you can't get the vibe, then you fail no matter what. Teamwork's dream work, baby. And they don't. So, part one all over again. お前たちが足を踏み入れたいと言っている世界は一歩間違えば死ぬこともあるそういうところだ先生たち怖い俺たちは六代目の護衛役をする六代目にたどり着くにはまずこっちを突破しないとね簡単に通す気はないかなダメってわけだ手加減なしでThis is a pretty crazy hard test though likeBro, they're making him go against like three fucking elite Jonin. Well, I don't know about fucking the chick that likes what the fuck's her name? Anko? I don't know. I don't know about all her, but with Konohamaru and Shinobu, that's pretty rough. And then to deal with Kakashi? Like, shit. But obviously... いつまでも学生気分で仲良しごっこをしてる。ひよっこ供に。いやないからね。制限時間は今から24時間。いや、ガカシ is such a savage. I love him, bro. あっという間に決めてやるってばさ。Just like Naruto. 親子揃ってせっかちだね。まあいい。このままスタートするぞ。どうしよう。舐めやがって。待ちなさい。誰が仲良しごっこだ。抜け駆けはさせないぜ。俺は今年こそ忍者になるんだ。僕だって覚悟だったら負けないよ。お二人とも素晴らしいライバルです僕も負けていられませんエンコあいつらが先に行くぞ追いかけないのかそう言って岩部たちを牽制させて自分の体力を温存するつもりなんでしょそうはいかないよなんだと俺はそんなせこい真似しねえよどうかしらおうぞあくそちょっとどうしよういきなり六代目に突っ込んでも返り討ちに遭うだけまずどうやってあの鈴を取るか考えなきゃでも誰か
が先に六代目のとこにたどり着いたらどうしよう。鈴は一つしかないんだし。それはんなのそん時考えりゃいいじゃねえか。ボルト、たかが試験じゃねえか。そんな深刻になんなよ。ダメだったら補習でも追試でも受ければ OK だって。ボルトらしいね、ミツキ。でも六代目の言葉で僕たちがスタートからバラバラになってしまったのは確かだよ。歯科大ですらこっちに来てない。これはさすがに。This is, you know what I'm thinking already? That Kakashi is just going to be washing everybody up, but Mitsuki is going to be the only one that's going to probably like have to make him get a little bit more serious. Kind of similar to like when Sasuke was kind of pressing him, you know? Or better yet, even when Kakashi was kind of, you know, pressing Minato at a certain moment. Minato's like this guy, you know? It'd be similar to that. Still going to lose though. He ain't beating Kakashi. None of them are.ボルトたちには悪いが、今回は一抜けさせてもらうぜ。忍者になんないとパパもママもうるさいしね。だからここは確実に行くしかないわ。イノシカ町とか古いんだよね。お、ここってすぐ近くだね。ヘブンバイカの術。やられたね。まずいな。どうやら先生たちの分断作戦に乗っちまったみてえだぜ。That's not good. ねえ、さっきからちょっとおかしくない？お前も気づいていたか。そうですね。そこの大きな木は先ほど見たような気がします。幻術。バラバラだと楽勝ね。幻術、一丁上がり。あんたたち、この試験は個人戦よ。そう言って俺たちを分断するのが目的ってことですよね。少なくとも途中の障害は協力して排除した方がお互い効率的ですしね。アンカ先生、アンカ、I was right。 別だし、あ、でも鈴はあっちにちょうだいね。それは今する話じゃないだろデブ。私を雑魚扱いってわけね。それこそ甘く見られたもんね。向こうであんこ先生が戦ってるぜ。それより6代目だよね。ああ、なんたって早い者勝ちだしな。うん、うわっ。何今の。ダン、早い者勝ちだろうがそうじゃなかろうが、俺たちをそんな簡単に突破できると思ったのか、これ。Konohamaru is such a dick. You know, that man said, I ain't holding back, like, to an extreme, or let him at least react or anything. He said, nah, let me just speed blitz knockout. 先生と呼べ、これ。お前は六代目の言葉が分かってないようだな。実践ってものを教えてやるよ。おい待て、ボルト、どこ行くんだこれ。誰が待つかよ。得点が低い途中の面倒な文章問題は飛ばすって試験の常識知らねえの。ブー、これは文章問題扱いか。これ狙うは合格点のカカシのおっちゃんただ一人だぜ。まったく要領がいいやつだなこれ。でお前らは行かなくてもいいのか。本当にそれが正解ならそうやすやすとボルトを行かせたりしませんよね。さすがボルトよりは分かっているようだな。だがやるよ院長。He was holding back there, though. どうやって六代目を探すの？わかんねえけど。If he wanted to, he could have easily knocked them out. 一番高い木の上から探してみるってのさ。キュートント。おっと。六代目はこの先にいる。
通りたければ俺を倒していけ。だがそこにたどり着くのは無理だ。なぜなら俺はライトン、ヘビミカス。Bro. He didn't even let him finish. ボルト、先に行って。ここは僕に任せて。いいのかよ。うん。僕は先生とやりたいんだ。あ、じゃあ先行くぜ。Damn. おい。行きますよ、シノ先生。Interesting. Mitsuki is probably already on that level, you know what I mean? Where Konohamaru and Shino is. Because there's something about him, you know? Damn! Old man Kakashi, he is old! Oh shit, nice! ただの甘いもの好きなおばさんじゃねえってことか。今頃気づいた？舐めるのはスイーツだけにしておくべきだったわね。やべ、仕方ない。ドリュー壁。いつの間に先生に教えてもらった現実破り、うまくいきました。逃げ場ないし、形勢逆転ってとこすか。あんたたちもなかなか甘くないわね。ブラ、高橋マロ。ここは通しませんよ、志野先生。珍しいな、お前がそこまで意思を見せるとは。こういう試験はあまり興味がないかと思っていた。以前の僕ならそうだったでしょうね。でも今はボルトを通していろんなことが見えてきたんです。少なくとも僕はボルトを助けたいし、一緒に合格して忍者になりたい。それともう一つ、最初僕はあなたから学ぶことはないと言いましたが、今は全力で挑まなければならない相手だと知っています。これは少し本気にならないといけないようだ。ダイヤン、okay, see what I say. That was some weird ass energy. I don't know what that was. It's like if Naruto go into his Kyuubi mode, you know? Okay.油断しないで。この浜る先生の実力はこんな程度じゃないわ。ヌエか、前に見た時より随分小さくはなったが、シャリンガンといい、ヌエといい、思ったより大変だな、これ。影分身の術。影分身、ナルトに習ったのか。ダメだ、あんなバカ親父に。The same thing. the same shit. So similar. お前さんたち親子はよく似てるね。似てねえよ。大したもんだよ。You got him a little bit. ここまでできるとは、さすが奴のことを言ったところか。そう言いながら、
先生はまだ奥の手の虫を残してますよね。まあ僕にはどっちでもいいことですけど。教え子を殺すわけにはいかないからな。さあ試験はまだ続いている。先を。So Mitsuki won because he had a hold back. Makes sense. でもボルトがもう決着をつけているかもしれませんけどね。それはない。なぜなら六代目はそんなに甘い人ではないからだ。アカデミーを卒業する前にここまでやるとは。俺が見てきた中でもお前はズバ抜けている。まあ天才ってやつだ。やっとわかったか。だがダメだね。お前は忍者に向いていない。ダン、オブロバーブス。お前には決定的なものが欠けている。何を言い出すかと思えば、そんなお説教聞きたくねえ人がさ。とにかくその鈴を奪えば合格なんだろ。もちろん。行くぞ。うん、空洞熱風症くらえ必殺ボルトストリーム。本体はずっと地中に潜んで分身で俺を誘導するとは。危うく鈴取られるところだったよ。体術忍術いずれにおいてもお前は抜きん出ているよ。下忍いや中忍クラスの実力はあるだろう。Bro, I said something like that. I was like, nah, like, that he's already, they're already probably tuning level. からこそ、お前はここで終わりなんだよ。くそ。僕は走り。That was pretty good. That was pretty good. So that's official. Boruto's already like technically tuning level, which I kind of called back. I called out before too. Him and Mitsuki.Definitely tuning level. 教えてやろうか。自分の腕を折るんだよ。ま、忍者になる動機がないお前には無理だろうけどね。動機？一体それが何だってんだ。動機とはつまり覚悟だ。金が欲しい、褒められたい、親のため、何でも構わない。だが。それがない奴はいつまでも変わることはできない。そんなん俺にだ。みんなと忍者になってやることを見つけるだったっけ。それが動機か。じゃあ見つかっていない今はどうなんだ。そのみんなを蹴落としてお前は一人忍者になれるのか。困るよな、そんなこと聞かれても。でもよくあるんだよそういうことが。そしてそんな時忍者を最後に支えるものが動機から生まれてくる覚悟だ。やる気がある、才能がある、それだけじゃ足りないんだよ。お前に覚悟がなければなおさらな。あんたに俺の何がわかるんだ。わかるよ、そばでじっくり見させてもらったからね。Damn, he did that quick! ちょっとお前たちの真似していたずらしてみたんだけど、それにしても今年のアカデミーの生徒たちは揃いも揃ってひどいもんだね。何？中には多少の覚悟があるやつもいるみたいだけど、それでもみんな忍者を甘く見てる。これもお前さんの影響だろうね。忍者の仕事がいかにシビアか、どんな理不尽が待っているのか想像すらしていない。そんな連中忍者として認めるわけにはいかないでしょう。いざ任務についてもむざむざ殺されるだけだよ。もう一度聞くけど、
忍者になる理由を探すためなんかに腕を捨てられる。やっぱり今年は合格者なしだな。お前たちはもうアカデミーに戻る必要もないよ。違う道を探せ。まあこれも忍者の厳しさってことで。ライトン、蛇三日月。Damn, he made Kakashi use purple lightning. Ooh! He got his ass. Mitsuki thought he was slick, and Kakashi's like, nah, I got you, boy. It looked like he did like some type of nerve strike or pressure point on him. やられたね。だがこれからどう出るかな、ボルト。Mitsuki's a kind of a ding dong. He should have did whatever he did against Shino if he was really gonna have any chance. Damn, he got his ass good. Wasabi-chan, 医療忍術得意だから。柄じゃないって言われるけどな。ありがとな、わさび。くそ、これが忍者の厳しさってやつかよ。さっさと終わらせて、みんなでサクッと忍者になっちまう。There's a reason why he couldn't after doing it the first time, whatever that was. Interesting, okay. みんな、すまない。俺のせいなのか。どういうことだよ。俺。みんなと一緒に忍者になって、それからやりたいこと探せばいいやって思ってた。でもそれが動機じゃ足りねえらしいんだ。お前それで何も言い返さなかったのかよ。だって俺腕を折れなかった。腕？カカシのおっちゃんは俺のせいでこのクラスみんながダメになったって。岩兵衛くん。喧嘩はダメだよ。 なんだよ仲違いはそれこそ向こうの思うツボだぞ。うるせえ、喧嘩じゃねえ。何うだうだ言ってやがんだ。俺たちはお前のせいでダメになった。バカにすんじゃねえぞ。六代目もお前もだ、ボルト。俺はな、お前がいなきゃきっと今だって教室の隅っこで留年を待ちながらダセー顔さらしてるぜ。お前がいたから俺はここまで来られたんだ。そんな俺までお前はバカにするつもりか。今決めた。何が何でも忍者になってやる。お前に助けられた俺をお前にだってバカにはさせねえ。そうだろう。うん、君がいなかったら僕はここにいなかったんだ。私もボルト君がいなかったらきっと。What's up, Rick? What's up? What's up? There's some action you just missed. It's pretty crazy. Mitsuki fought against Shino, and then Mitsuki got serious because he's a jonin. Some blue ass weird energy was coming out of him. And then Shino like actually got serious. He's like, I might actually have to get serious. They start fighting. Mitsuki beat him, whatever. And then.Shino claimed that, you know, he wasn't willing to kill, obviously, and he can't kill them. So he had to hold back, which is probably the reason why he lost. But either way, then it goes on. Then Boruto's fighting Kakashi. Kakashi just shits on him. And then from there, like, freaking... then, like, Mitsuki comes, tries to help. Kakashi does purple lightning, kind of deals with him easily. You know, the whole thing happens, and then he bodies Mitsuki as well. But it was pretty crazy. But no, it's all good, and my day's been pretty good so far. It's really busy. I had to run a lot of errands.
I definitely got to sleep in a bit, so that was nice, but I had to do some errands and stuff, and eventually finally got settled down, so. Dead ass, bro. He's such a dick. クラスの連中はみんないいやつだ。なんだかんだ言って自分のことより俺たちを逃がすために必死になってくれた。このクラスの中心はボルト、間違いなくお前だよ。悔しいけどな、お前を中心にした今のクラスの連中をお前はそんなに悪いと思うのか。でも俺は美月、大丈夫か？なんとかね。すまない、美月。どうして謝るの？これは自分がやりたくてやったことだよ。僕が誰かのために何かをするなんて、君を見てなければ考えもしなかったと思う。でもやってみるとなかなか面白いね。それで怪我をしようがどうでもいいことだよ。美月。お前は強いな。そうかな。よし、決めたぜ。俺はみんなと一緒にいるために忍者になるってばさ。よっしゃ、やるか。六代目に一泡吹かせてやろうぜ。でもどうやって、みんなもうアウトになっちゃってるし。それなんだけど、不思議だったんだ、なんで24時間の時間制限なんてあるんだろうって。つまりその間はハチマキを取られない限り何度でも挑んでいいってことだよね。そういえば私たちがやられた時取られなかったな。うん、全員意識をなくしてたのに。それに手負いの私たちを追ってこなかった。ひょっとするとまだみんな無事かもしれねえぞ。いや、絶対無事だってばさ。なんでそう思うんだよ。これは覚悟を試す試験だからだよ。でも先生たちはこれは普通の試験じゃないって。実技試験だから忘れてたが、引っ掛け問題の定石だってばさ。問題文よりも答えの選択肢をよく読めってな。これは普通の試験じゃねえ。これは俺たちのため、早い者勝ち。そして鈴は一つってことは、ああ、みんなで合格するぞ。Seems like they're figuring it out. ボルトたち、こんなに分かりやすく待ってるんだ。これで助けに来なかったら全員不合格だ。そうですね、こいつらは俺たちが見張っておきます。六代目はイチャイチャパラダイスでも読んで休んでたら。もう暗記するほど読んじゃったからな。Oh yeah, Kakashi stated Boruto to be tuning level, by the way. It's interesting. Which I kind of called that out before too. Like I said, like basically Mitsuki and Boruto are more definitely tuning level.Not even Genin. まずはみんなを助け出して戦力を取り戻すってばさ。メタルとワサビはクラスで一番速いんだ。そのスピードで先生たちをかく乱してくれ。行くぜメタル。忍法猫かぶり。 The hell?
なかなか早いわね。やっぱり分身。涙の術はとっておきだ。きっとうまくいくってばさ。私にはそんな力ないよ。あら、こそこそ何やってるのかしら。バサミちゃん、怖かったよ。危うく巻き添え食らう男だったよ。ありがとな、助かったわ。いえいえ、当然のことをしたまでです。で、サラダたちはどうなってんの？きっと大丈夫だよ。二人がかりでもその程度じゃ。こんなもんか、ボルト。一子投身か。じゃあ、うなら。はあ。ば。悪いな電気。お前の相手はボルトたちの。いつの間に。油断しすぎだぜ。コノハ丸の兄ちゃん。変化の術だが、それで的が現実か。ああ、このハマル先生に通用するかヒヤヒヤでした。俺にばっか聞い取られてるからだぜ。まいったよ、さすがシャリンガンと七代目譲りの悪知恵だこれ。おーい、ツルが来たってことはメタスマート、うまくやったんだな。うん、みんなは今現実中 for the win baby。 このまま一気に行くってばさ。待たせたな。 Now really thinking about it, you know, like the whole thing with Kakashi, like teamwork, obviously, you name it, resolve, it's not all about like talent or blah blah and all that other crap. I wonder howItachi, Kid Itachi would do. If he was like in, you know, Sasuke's shoes, you know what I mean? Like along with whatever, I don't know, like just throwing him out there, like let's say Kakashi had to be his Jonin teacher. That'd be really interesting. Like, I don't think Kid Itachi's gonna be beating, you know, that level of Kakashi at that point, you know, but it would be pretty good. Because you could obviously imply that Kid Itachi was way greater than at least Sasuke, you know, at that point.And he was no joke. Like, he was to the point where, like, he was literally the captain of his own team. Like, the other two Gennings and his Jonin leader, like, he was stronger than all three of them. So it was interesting. But I wonder how that would kind of, like, interact with Kakashi. I don't know. I just thought of that. That's my old chan. だから六代目だって言ってるのに。で、今度は何？影分身なんて出して。こうするんだってばさ。やれやれ。確か限界は4体までか。ちょ、待て待て、なんだこれは。待て待て、変化の術か。なるほど。ちょっとびっくりしたけど、子供騙しだ。意表をつくだけだね。Kashi just beating them down. ダメだな、お前ら。お前ら、俺の言葉聞いてたか？分かってるってばさ。いや、全然分かってないでしょう。これじゃ一人一人の実力差は覆せない。結局はバラバラだ。それとも束になってかかれば倒せると思ったの？
忍びを舐めるなよ。舐めてんのはそっちだろ。やっぱり完全に敗北させてやらないとダメか。今だ。封印結果。大衆一視同人です。なるほど、戦いながらここに誘導されていたのか。そういうことっす。どうですか、なかなか強力な封印術でしょ。早く鈴を。もう持たないぞボルト。頼む。分かってるってばさ。さすがにまずいな。試練。Damn。ちょっとやりすぎたかな。ダチをバカにされて黙ってるわけにはいかねえんだよ。俺は忍者になるんだ。私も。僕だって。私も。僕も。俺も。私も。僕も。私も。今回ばかりはね。どうでしょう。めんどくせえけどな。私は火影になるんです。僕もまだここにいたいからね。They did good though. They did definitely got the teamwork grasp of things. Gosh, you had to try a little bit there, huh? はい、じゃあ、現任試験終了。全員合格。ね、told you.Teamwork's a dream work. だからみんな合格だ。え？ブー。なんなんだその顔は。でも俺たち鈴取れなかったし。ああ、これね。いいのいいの鈴なんて。どうせ天地がひっくり返っても取れるわけないんだから。じゃあ。今までのルールは何だったの。 He's such a dick. He's like, you guys are nowhere near my level. Like, you would have never gotten it. Oh, that's funny as fuck. He's such a dickhead. 世界は厳しい。現実では様々なルールや掟があり、それを破る奴はクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。今年の生徒たちはその点はクリアしてるようだな。オビドオチハベベーで俺に挑んだ時点で合格だったんだよ。じゃあ、Part 1 vibes。But you don't really learn the meaning of that until way later. 封印術なんか使ってくれちゃったもんだからさ、ついね。この試験は仲間を切り捨てれば不利になる。仲間と力を合わせることが正解だ。なぜなら、現実の任務でもたくさんの困難があるからだ。しかしそれを乗り越えるには仲間との絆と揺るがない覚悟が必要なんだが。どうした、そろそろ話し終わってしまうぞ。いいよ先生、話し続けて。口開けるのも面倒いんで。まったくお前たちは。しかし今回はよく頑張ったな。はい。Oh wow, the transformation. Smooth. Yorokobu にはまだ早いんだけどな。どうでした今年の卒業生は。そうだな、とりあえず見込みはあるんじゃない。達成って言いながら根性はあるみたいだしね。それはよかった。ところで、生徒たち相手に本気を出しすぎです。あなたはいつもそうだ。加減というものを知らない。あ、ごめん。生徒たちのことを思って
てですね。だからごめんって言ってるじゃない。Bruh! Kakashi's like, alright, my bad. And then Ruka's still getting his roasting his shit. He's like, alright, I said I'm sorry, bro. Ruka still roasted his shit. He's like, I said I'm sorry, man. Oh, shit. I love Kakashi. He's funny as fuck. For the teams, if I had to say for the teams, I'd say Boruto, Sadara, I don't know who the third would be, though. That's my problem. What's it called? Because it makes sense for Sadara and Boruto to be on the same team. That's just me. Obviously, Shikamaru, you know, they're going to keep that whole thing. That'll still be the same. So all three of them will be together. But then Sadara, Boruto, I don't know who the third would be. Maybe... I'm trying to think. I don't know, maybe that goddamn kid that's like really smart with like the technology stuff. I don't know, because he's kind of like, he's smart and everything with all that, but he's not really like that great with offense and abilities like Boruto and Sadara. So maybe him. I was thinking of Mitsuki, but Mitsuki, he's a fucking genius. Like Boruto is a genius. Sadara is also basically like a genius too. That's like three geniuses on the team. And at least at the time when they were doing teams back then, the way they did it is from the best scores and like best performance to the worst. You know what I mean? Which is why Naruto, Sasuke, and Sakura were even on a team. They did Shikamaru, Ino, and Choji because that's just a generation thing. They always do that. And all the other people, you know, they did it, you know, based on like their abilities, like Kiba, Ino, Shino, like, you know, what they could do. So like, I don't know. Like, it's interesting. At least for all the other people, I'm not really too sure with that. But if at least... with the Boruto team, like, I don't know. I'm really not sure. That's a hard one. I don't know. Like, it's weird because, like, all of them have, like, very unique abilities, you know? And just so how they would basically put that together, like, it's interesting. Like, I would really have to give that more thought and emphasis, but I'm not too sure. Well, I'm curious to see how they do it, though. Oh, fuck.